はい。どうも、えー。おはようございます。こんにちは。こんばんは。えー、ニコラス・コペルニクスこと、えー、鈴木誠司です、えー。今回はですね、あのー、ふとね、あのー、これだけはどうしても動画で言っておきたかったと、言った方がいいということで、急遽、音声の動画をね、撮らせていただきました。えー、それはですね、あのー、アメリカにおけるですね、 白人と黒人の差別問題について、あのー、これは、私、その、ツイッターとかでもですね、結構言ってるんですけど、あのー、もう、かなり前からの問題ですね。これは本当に、まあ、建国というかですね、その、えー、まあ、イギリスから、 武器商人や宣教師たちがね、アメリカ大陸を発見して、その後に移住していったわけですよね。その中では、その原住民たちをね、あの、武力、武器、銃によってね、あの、迫害、殺害して、まあ、成り立った、そういう。 まあ乗っ取ったというね、そういうアメリカの国の成り立ちというものがあります。えー、本当にですね、まあ殺害だけでなく話し合いもですね、一部行われて、えー、アメリカにね、イギリス人たちが、まあイギリスからね、の人たちがその渡ったと思うわけなんですけど、まあそういう成り立ちがあるわけなんですよ。 でもうまずですねあの銃をですね本当に取り締まらないとダメです規制しましょうあの日本のレベルでですねまあ軍隊というかまあ軍隊とあと警官以外の人はあとはまあ猟銃ですね する人以外はもうその銃をね本当に取り締まってですねまあまあ自分の身をねあの守るためにはその許可を得て一家に一台っていうかねそういうのを置いとくっていうのも分かるんですけどどうもそのよくない乱射事件とかもたびたび起こりますしねあとはその。 ま、差別が嫌なら、国を捨てた方がいいですね。く、まあ、捨てるとい言い方おかしいです。一時的に、やっぱりその、国を出て、えー、新しいところでね、ストレスなく暮らした方がいいと思います。 で、またその差別したい人、要は白人が黒人をすごくね、軽視して侮辱的な発言をしたり、侮辱的な行為を行っている。そういう人たちも、そんなに違う人種、肌の色が違う人たちが嫌なら、もうその国にいなくていいじゃないですか。白人だけの国に移住した方がいいです、そういう人たちは。えー で、まあ、国側もですね、その、やっぱり差別を嫌う人たちと、あと差別を好む人たちで、ね、その、州というかね、そういった地区を作って、そこに住ませた方がいいです。アンケート、希望者を募ってね。あの、人を殺したり傷つけたりというのは、本当に愚かなことだと。 そういうことをですね、あの、分かってほしいですね。傷つけても殺してでも奪ってでも、その自分の気持ちをですね、押し通す。そういう、まあ、そうはまあアメリカの特徴でもあるんですけどね。戦争を行って、まあ戦勝国ということでね。まあ、いかにもアメリカらしいといえばアメリカらしいんですが、 そういうことがいかに愚かか。あのー、このままではアメリカも中国のこと言えなくなりますよ、うん。中国はまた北京でそのコロナのね、第二波が来てるという報道もありますけれど、その、まあ中国は不衛生不道徳によるね、 あの、ことで自滅の道をたどるんではないのかっていう意見もありますが、アメリカはアメリカでやはりそういったところがありますので、本当に気をつけていってほしい。どちらも気をつけていってほしいです。え、で、あとですね、その暴れるとかね、そういったことはやっぱり精神的にですね、イライラすることが非常に大きな要因となっていると思いますので、 あの、お風呂、入浴、洗髪、洗体をね、これ義務付けた方がいいですね。あのー、多少イライラしてても落ち込んでてもすごく嫌なことがあっても、お風呂に入ったり体をね、き,きれいにすれば結構良くなれば、すごく気持ちよくなるものでございますので。 それはもう徹底的に義務付け、法律化してもいいんじゃないですかいや、あの、監獄みたいですけどね。いやー、けどなんかその、監獄、うん、でもその、入浴は3日に一度とか、2日に一度とか、そんな感じって聞いてますけれど、毎日入浴、毎日戦隊、これは義務付けた方がいいですね。でしっかり、その、体も、 ブラシやタオルにボディーソープや石鹸をつけてね、よく洗うっていう、そういうことをやってほしいですねで。血行が良くなれば、あの、ガや他の病気の発症率も下がりますんでね。これ医学的なデータもあります。ちょっと検索すればすぐ出てきますので、入浴と病気の関係ということでね、検索してみればすぐ出てきますので、 まあそうやって本当に平和的に、その、明るく楽しくやっぱり生きていってほしいと思うので、やっぱり環境を整える、そして自分を変える、この二つが大事だと思います。えー、まあ日本の方でもね、やっぱり毎日入浴されてる方とね、二日に一回とか、五日に一回とかっていう人では、やっぱりその、 穏やかさっていうのも違ってくると思いますし、やっぱり病気になる確率も違ってくると思いますのでね。あの、その辺はね、ちょっと、まあ今回のコロナの一件でもね、分かったと思うんですけど、やっぱり衛生的に生きてほしいですね。あとですね、その、軍需産業複合体はどうしてもケムトレイルをね、巻くのやめて、うん。 余計な公害をね、黙ってね、しれっとね、やってね、その、発症率上げたり、もししてたらですよ。そういうのやめてほしいと。あとですね、中国は早く、あの、公害問題をね、その、促進して、まあ、その、ゴミ処理場を作ろうとしたらね、作ろうとしたで暴動が起きちゃうような国ですけど、 まあ、他の国をね、侵略して殺したり、虐殺したり、宗教を取り締まる前に、まずそういったところからね、あの、きっちりやっていったらいかがでしょうかね。あとですね、あのー、退治とかね、子供を食べてしまう習慣があるようなんですが、まあ、自分がね、強くなるということでね、あるようなんですが、それも一切やめましょう。うん、変な病気になりますからね。 あと、もう一点、そうそう、アメリカでもね、その、ヒラリー・クリントンとか、えー、オバマ、元大統領がですね、あの、子供を殺して食べているっていうね、報告。これはウィキリークスから出た事件ですね。まあ、ピザゲート事件ということで、検索してもらえればわかるんですが、その、すごくね、 ひどい、まあ。ピザゲートというね、あの、ピザ屋さんをその拠点に、えー、ペドフィリア、まあ、その子供たちの虐待したり、あのー、殺したり、また食べてると。で、これはやはりですね、あのー、まあ、ん、キリスト教のね、あんまり、あの、こういうことを言うとね、あのー、 クリスチャンの方々とか牧師の方やそのなんだ宣教師さんとかがね困っちゃうかもしれないですけどあの教会の地下からね大量の子供の骨が発見されたとかあのそういう報告もねネットにはありますのでね、まあその まあ普通にその要はお金がなくて要は飢え死にしてさせてしまったとかあの病気を流やらせてしまった不衛生のあまりに病気を流やらせてしまったとかうんまああんまり考えにくいですけどそういったことでまあ亡くなられてお墓を建てるお金もなくてしょうがなく地下にっていう いや、考えられないですね。ちょっとね、戦後90年の間に入浴も食事も与えることができないなんて、そんなことはないですね。普通の、あの、感覚だったら、リーダー、ね、その、カトリックで言えば、あ、プロテスタントで言えば牧師さんや、その、カトリックで言えば、 なんて言いましたかねちょっとドアスでしちゃったんですけど、その、まあ、指導者というかですね、主と、まあ、そこでは主となる、あの、方がね、その、行政やね、国の福祉に頼らないで、子供たちを餓死させたり、病気にさせたり、で、またま、はたまたその遺体をそのままにする、なんてことは考えられにくいので、やっぱりその、本当に気持ちの悪い、 習慣やなんかその悪魔崇拝の儀式っていうかね、そういうことが行われていたと。こういうことは本当に良くないですね。やっぱり神様は見てると思うので、まあ、うーん、やはりその、やっぱ何かしら誰かやっぱ気づくと思うしね、本当にそういう悪いことはやめましょう。 本当にあのー、聖,書聖書的クリスチャン的に言えば神と和解してで今まで辛く悲しいことがたくさんあったかもしれないですけどこれからはやはりその他人を傷つけるということはイコール自分を傷つけるということになるので他人を大事に他人 うんあんまりその、やっぱり他人のためにで他人に振り回されてもね、あの、結果悪いことになってしまうことも往々にしてありますが、基本的には人のために動いて悪くなることは一つもないと。まあ、今はこんなふうにね、立派なことが言えますけど、その、そういうことがありますので、 あの、まあ、どうしても気分が滅っているときはそこまで考えられなかったりしますけれどね。やはりその、これを聞いているね、そのサタニティック、サタニスティックって言うんですかね、サタニティック、悪魔崇拝主義者の方たちもね、どうかね、神様と和解して、その、心を開いて幸せになってもらいたいと思います。 で、アメリカ、中国に関してもね、どうして国がそんななのかっていうことをね、よく考えてもらいたいですね。アメリカはその、キリスト教圏って言われてますけど、やはりその、信仰に対する意味合いというか、関心というかですね、そういったものがすごく薄れてきてると思いますね。で日本はその分、ある意味、 成功してる。まあ、すごい不思議な猟奇的な事件もたまに起きますけど、まあそれは CIA の工作によるものがほとんどだという意見もありますけど、あのー、やはりその神社仏閣が日本には至るところにあって、無意識的にやはりその神様は見ていると、神様は存在しているということが日本人の心の中には そういうふうに宿っていると。いうところがあると思うんですね。まあ、アメリカなんかもその教会とかたくさんいっぱいあると思うんですけど、うん、まあ、こんなこと言うとですね、あの、まあ、牧師先生とかね、牧師の方とか、いろんな宗教の方怒っちゃうかもしれないんですけど、僕て、僕の、その、 考えとしては、結局は、どの宗教でも最終的によくよく考えて、突き詰めていくと、やはり一つの大きなグレートサムシング。まあ、キリスト教でいう主とかですね。あのー、イスラム教でいう、アラうん、まあ、そういった、あのー、要は一番大きな神様、要 というところにたどり着くって、それは必ず私たちを見ているし、まあ、キリスト教でいうとこの精霊やイエス様も同時に見ていると。いいことをすれば、やはり人に対していいこと、行いをすれば、自分にもやはりいいことがあると。そういうことなんで、で、まあ、逆に自分に対していいこと、例えば、難しいですけど、 体を清めたり、血行を良くしたりっていうような行為は結局やっぱり、ね、人に対しても優しい気持ちで接するので、結果はやっぱり人に対していいことを行っているということになったりしますのでね。あの、とか本当それだけがね、今ね、そのアメリカの差別問題に関しては本当にですね、 憤りを感じています。本当にここ10年、20年、もう自分がその、やっぱ10代の時からなんでアメリカ、中をね、そんなにじ自由に、まあ日本にしてから見たら自由にさせているのかと。こんだけ事件がね、たくさん起きても、なぜ規制しないのか。まあ、泉先生にもね、相談したんですけどね。 くないいとと思いますよとそしたらまあまああのー、難しいでしょうねとトランプもその拳銃のね教会からお金をたくさんもらってるからねその銃を規制するのは難しいんじゃないかなっていうようなことはねおっしゃってましたけどやっぱねお金がね全てじゃないと思いますうんお金はもちろん大事ですけど やっぱり、その、お金を崇拝するよりも、やはり、どれだけ国を良くしたか、人の役に立てたか、そういったことをね、あの、リーダーたちは、真剣に考えてもらいたいと。ね、再三、あの、なんていうんですかね。 声に出させていただきます。まあまあ、我々同じ人間でございますけどね。それなりのお給料もらってるんでしたらね。そうやってですね、あの、やっぱり人のために、国のために頑張ってもらいたい。ね、それが引いた世界のためにもなりますんでね。本当に皆さん頑張ってください。まあ、 そうですね。私も頑張りたいと思ったんですけど、私は <laughs>、まあまあ、いずれ頑張れる時が来たら頑張ろうと思います。それでは最後まで、えー、ご視聴いただいてありがとうございました。またお会いしましょう。